かな。そんな不思議そうな顔しないでよ。あそこにいる人、もうどこに注目。あの人はのスコードロンって。いや、君たちも大会に参加するの？クレハ君だよね。噂は聞いているよ。あちこちのスコ、そこの君は初期装備みたいだけど。私の幼馴染なんです。ゲームはめちゃくちゃうまいけど GGO にログインしたの。初日から大会始め、面白い。いつきさんはすごいけど、私だってもう少しでトップ入りの腕前なんだから、そう簡単に負けないわ。準備はいい？ OK ならそこの転送ゲートに。一応戦闘の基本を教えておくわね。大丈夫、あんただったらすぐに慣れるわよ。せっかくだしダッシュやジャンプも試してみて。リアルよりずっと体が軽くてびっくりするから。視線に違和感がないか周囲を見渡してみて。もし違和感があったらオプションで設定を変更ね。ここで待ってるからゆっくり調整してていいわよ。
この調子よ。武器の収納と切り替えは基本中の基本。じゃあ何回か練習してみて。とりあえず実戦ね。倒してみて。その程度やっつけたよ。ヘイトを分散して、ヘイトを分散して、このボックスはバレットボックス。ここで弾薬を補給できるから覚えておいてね。いい感じね。GGO の特徴的なシステムの一つにバレットラインっていうものがあるんだけど、これは実際に見てもらった方がいいかも。エネミーと戦って実際に体験してみて。トレジャーボックスってトラップが仕掛けられ、それじゃ階段を上がって先に進みましょう。パーティーメンバー全員がやられちゃったらゲームオーバーだから、やられる前にやってやるのが基本。あのプレイヤーとは戦闘になる。エネミー発見。プレイヤーはエネミーと違って強敵だから気をつけてね。あんたの武器だったら走りながら撃つのがおすすめかな。相手の弾が当たりづらくなるから走ることがかなり重要よ。扉、いかにもって感じよね。せっかくだし、開けてみたらどう？開ける。ダンジョン内には、いろんな人よく注意して行動した方がいいわよ。あたしが教えられるのは、これくらいかな。うん、 GGO の基本的な戦闘は大体わかったでしょ。あとは実戦で、自分に合ったスタイルを見つけていけばいいわ。
君、隙を見て逃げるわよ。リツキさんの仲間なら相当手だれのはず。もしかして逃げる相談をしてる？正しい判断だとは思うけど、クレハ君はともく正解。君たちも実に。だからまさか。そうだ、この奥にだけど、もちろん倒してくれ。どうする？いいね、分かったわ。エネミーを倒した後は。分かってる。僕はなんとか勝てたわね。ああ、この先道が2つ。私たちは別。だから。わかります。言ってよかったわ。いつきさんは人気者だけど、やっぱり GGO のプレイヤーね。みんな戦闘となると容赦ないから気をつけないと。今回の目的はレアアイテム狙いなんだから、強敵との戦いはなるべく避けるわよ。